ちゃ大きいな。すごい広い。いや食堂がさ、キャンパスに3つあるっていうのはちょっと。カフェテリアみたいなね。どうぞ。すごい、噂のお飾りライス。カニクリームコロッケ。最高じゃない？カニクリームコロッケ入ってる。はい、こんにちは。始まりました。今日は岡台にやってきております。今日はあの岡台の中にちょっと入ってみようかなと思いまして、マップを、キャンパスマップがあるんですよね。じゃじゃん、岡山大学津島キャンパス。めっちゃ大きいな。すごい広い。もともと日本軍の基地だったこともあるということで、なんかキャンパスがすごく広い。で、今現在地はここか。そうだね。で、ご飯を食べるところが何か所かあるみたいなんですけど、このマスカットユニオンっていうところと、この下のピーチユニオンっていうところと、こっちか、ピオーネユニオンというね、3か所今あるみたいなんですけど、で食堂がさ、キャンパスに3つあるっていうのはちょっとすごくない？私だったらなんかこう、今日は制覇しよう、マスカットユニオンと、明日はピオーネ行ってみようかなみたいな、なんか感じになる。全部行こうみたいな。すごいなんか、キャンパスって感じ。いいな、なんか大学っていいよね。マスカットユニオンでございます。マスカットユニオン、岡台ライスって言うんですね。岡台ライス、岡台ライス、岡台ライスっていうのは岡台の農、まあ、農学部の農業さんの秋まさり、上は11時半から1時、13時、うん、カフェテリアみたいなね。どうぞ。あ、メニュー、美味しそう。あ、いいね、日替わり、これ懐かしい。安っ、300円よ。すみません、ありがとうございます。すごい早い。いや、いいね、懐かしい。はい、はい、おお、美味しそう。はい、でこちらでね、うん、なんかお惣菜ね、いろいろありますね。いっぱいあるな。うん、で僕がね、大体ね、あのも何だったかな、こういうのかな、こういうの、うん、すごいヘルシーね。で、あそこにもね、いろいろあるんですけど、あ、でも今グラム測りのやつやってないんだね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
ということで食べます。食堂って感じするな、めっちゃ。なんか特にうちのなんか一番気になるのこれ。このさハンバーグ。これめっちゃ美味しそうじゃない？美味しいな。このガゴさんのお飾りのご飯。このガゴさんのお飾りライス。めっちゃ美味しい。うん。つやがって、これ。美味しいな、あったかいね。うん。カニクリームコロッケ。え、最高じゃない？カニクリームコロッケ入ってる。いい感じ。ヘルシーですね。ヘルシーだね、うんうん、学生いっぱい選びしろがあったのがいいなって思った。小鉢とかすごい種類いっぱいあったし、まあ、今日はこれとこれとって言って一日の気分で選べるし、あと量もまあなんだろう、一個一個がそんなに多くないから、まあ、ちょうどいいぐらいのサイズで小鉢とか食べれるかなって思った。書いてますね、いろいろ。書いてる。学生が認定その他まあ、詳しくは行ってね、見て皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山大学津島キャンパスの中にあるマスカットユニオン内の、マスカットカフェテリアにお邪魔させていただきました。こちらなんですけど、まあ、どれもね学生向けの価格ということで、まあ、普通に一般の方も利用できるということで、本当にもうメニューが豊富で、いろいろまあ時期に季節によってそのいろいろバージョンメニューが変わったりねするんですけど、まあ揚げ物がね多いですね。皆さん結構揚げ物が多い、おいおいおいってすごいね言ってましたね、昔はね。今もそうだったんで、あ、相変わらずだなと思いながら懐かしいね感じで、いただきました。まあこちらのね、カフェテリアの営業時間なんですが、まあ一応このような感じになってるんですけど、まあ試験とかね入試の関係で、閉まってたりとかする場合もありますんで、ぜひウェブというか電話してみて、確認していただけたらなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。